にかくミッドガルに近いしか。あれ、本物の映像なのか。いつまで燃えるんだろう。また救護センターには。なかなか様になってきた、修理の腕。あ、マリン父ちゃん、お帰りなさい。ただいまお帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティパと遊んでた。おお、そうかよ。よしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テリバケして、念々しような。片付けが終わるまで、マリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞ、マリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃ、お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん、全然ダメ。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？
そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドも